大人になって初めて体験したことって何ですか？こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。人生初めて私、あのね、タコ釣ってきました。X 投稿を見てくださった方は、あれかと思われていると思うんですけれども、はい、いい経験でした。人ってね、びっくりするとね、もう想像以上に驚きを隠せなくなると笑い出すんですね。なので X で投稿した私の写真は、あれは満面の笑みではなく、もう変な声が出ちゃって笑うしかない状態です。はい、気になった方は小室ゆりの X 日曜日の投稿ご覧ください。日曜日はですね、6月2日の日曜日ですね。はい、こちらの投稿をご覧いただければと思います。ということで、今週も盛りだくさんで参りますよ。5月から引き続き特集をしている、お世話になっている先生のインタビュー月間、今週は子宝鍼灸師市毛真也先生のご登場です。そして後半も市毛先生の妊活サプリへと続いてまいります。親御さんたちがつい聞いてしまう新婚夫婦へのあの一言について言及しておりますので、ぜひお聞きくださいね。そして後半は小室からのリクエスト、先月ね、なんでそこで止めちゃうのっていうツッコミを入れた、なぜカップルでスクワットをすると良いのか、ここのお答えをいただいております。そしてこのコーナーもありますよ。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマ、もう6月なんですよね。今月もよろしくお願いします。ということで、雨の日の2人のデートがテーマです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、そっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から、毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、この先生が来てくださっています。訪問に特化した腰痛専門の子宝鍼灸師、市毛真也先生です。市毛先生、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1年ぶりということで。そうですね、はい、大変ご無沙汰しておりました。いえいえいえ、いつもありがとうございます。はい、でもこの間飲んだんですよね。初で、初めて先生とね、はい、お酒をご一緒させていただいて、いろいろ市毛先生の知られざる部分っていうのを私は見てまいりました。楽しかったです。あ、いえいえいえ、初めて言いましたね。まあ、お互いいろいろね、初めてのことがあったっていうということで、改めまして、はい、リスナーの皆さんに市毛先生からご自身の自己紹介をお願いしてもいいですか？今ですね、東京で
主に訪問で、回っております。で、まあ、と主にこう東京でも東エリアの方が多いので、城東地区とかあと千葉浦安市川、東京でいうと江東区江戸川隅田中央区、保険を使った訪問の施術とあと自費の施術、一般的な腰痛を含めたですね、あとはもちろん当然ながら不妊治療をメインとして、はい、活動をさせていただいております。はい、市毛先生最近お忙しそうですよね。そうですね、ありがたいことにまあ、ほとんど口コミでちょっとねこうキャンセル待ち状態に申し訳ないんですけども、はい、なっているような状態ではありますね。口コミってすごいですね。よくこうポスティングみたいなのとかそういう営業ってあまり僕はしたことがそんなに多くなくて、はい、で、はい、患者さんとか、まあ、ご家族からとかそういうのでこうなんかねありがたいことがこう広まっていると。これも先生のお人柄ですかね。はい、いやいやいや、まあね、なんか本当ありがたいですね不妊治療も実はそういうところから入ってきます。紹介ですか？紹介です。へえ。うん、結構高齢の方、うん、うん、実はうちの子がねとか、うん、うん、まあなかなかできなくてって、うん、で私なんて言ったらいいかなってそういう相談も受けたりするんです。親子間でもそういう、うん、いつ子供できるのとかできるできないっていうのは、はい、もしかしたらハラスメントの一つに該当する可能性も今ありますよね。あります。うん、ハラスメントという言葉って結構最近だったりするんですけど、実はこれもうね、嫁姑じゃないですけどもうその辺ぐらいまで遡って、はい、昭和ぐらいまで遡ってね、うん、姑からいつできるのかみたいな感じので、これって、うん、不妊の原因のストレス、心因的なねストレスの結構上位に上がってくるんですよ。家族のストレス、プレッシャーって、いやープレッシャーかかりますよね。言う側も結構ストレスってやつ。言う側のストレスって何ですか？言う側も言い方を何て言ってるか分かんないんですよ。うん、気にはなってるけれども何て伝えていいのか分からない、うん、そう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 、ストレートに言った方がいいのか、うん、どうやって言ったらいいのか心配で、うん、うん、まあ余計な心配なんですけどね、当事者からすると。もうこう孫が見たいっていう、うん、ね、そうそうそう、じいちゃんばあちゃんの願いっていうのもあるじゃないですか。うん、まあね、人助けなんですよ、じいちゃんばあちゃんも人助けがしたいんです。もうそれが行き過ぎてるパターンが多いから、うん、何かしたいんだけどどうしたらいいか、なんて言ったらいいかなっていう相談を受けることが結構ある。うん、そう、それで仲介役みたいな感じで僕が入って、うん、なんか腰痛があるみたいですよねとかうん、うん、っていうので、結構入っていくと実はみたいなところで紐付いていくっていうケースがすごいですよね。うん、世代を超えて繋がっていく。そうですね。うん、もうこのところのこの不妊事情だと不妊の理由は女性だけではなく男性も半分あるっていうのはだいぶ一般認知になりましたよね。はい、だいぶなりましたね。保険適用にもなりましたしね。ここだからぶっちゃけて言いますけど、はい、当事者の方たちやっぱねほぼほぼねあんま変わんないって言います。へえ。なんかね保険適用になったからと思ってる期待度が高すぎて、うんうん、でも実際検査とかすると自費が多いんですよ。あ、そうなんだ。不妊治療してるけどなかなかね続かないで回数重んでいくじゃないですか、うん、そうするとその回数にも制限があるし、うん、もう不妊っていうものに取り組みやすくはなったけれども実態としてはやっぱりお金がかかるものなんだよっていうのは、うん、そこまで変わらないということなんですね。はい、そういう私の周りではそういう方たちが多いかな。インターネットの記事で見かけたんですけど、はい、お子さんが欲しい20代30代前半の方たちは子供欲しいねって思ったら、はい、うん、自然妊娠ではなく、うん、体外受精から始めるみたいな
セックスという行為を介さずに、子供が欲しいと願う方が多い、こんな記事も見かけたんですよね。これも一つ、まあ、ありだと思うんですけど、そこも確率を上げていきたいとみんな思うんですよ、で確率を上げようとするとやっぱ凍結肺移植の方が、凍結肺移植っていうのは一回冷凍させといて母体を普通の生理周期で整えて体を整えてから戻すことで妊娠率が上がるっていうふうに、今はねもうそれがメジャーになってきてるんですよね。こう受け入れる側の母体も整えておかないと、そう冷凍しとくっていうのもこれ結構ミソというか問題で、そこを自費なんですよ、そうなんだ、確率は上がるんだけど、いつ妊娠するってそれ誰も分かんないじゃないですか。その期間ずっと冷凍するわけですから、そしたらそこずっと何万円何万円何万円って かかってくる、だからこうボディーブローみたいな感じで結構金額はそこまで大きくないけど、そういうストレスも実はじわじわこう以前の、お話で妊娠したいと思った時が妊娠の時だよっていう話もされてましたよね、やっぱ年齢がこう重なっていくと取れる卵子の数も少なくなってくるから凍結する卵子の数ももちろん少なくなってくる、で精子の質も落ちてくる、でドッキングさせて胚盤胞まで行くかどうかでグレードも低くなってくる、とかっていうともう数も少なくなって質も悪くなってきてみたいになってくると余計焦りも出てくる、ストレスですね、そうだから思った時がまさにもう妊活のスタートっていうのは数も質も、若い方がやっぱいいからっていう意味ですよね。多くの方に市毛先生の話を届けたくてこのコーナーをねずっとお願いをしていたんですけれども、私先月初めてこのコーナーの中で市毛先生に突っ込んだっていうことがありまして、パートナー同士でスクワットをしたらいいよっていう話があったじゃないですか。ありました。そのなんで一緒にスクワットをしたらいいのかっていう説明がなかったっていうところで、いろいろご説明をねいただいた中で、なんでそこだけないのっていうのがすごいもうつぼっちゃって、ツッコミどころで、今言っていただく前にですね、これをですね、この後に続いていく一流先生の妊活一言サプリで、ぜひご解説をいただきたいなと思っているんですけれども、よろしいでしょうか。も言って、ね、小室さんと飲んだ時にもそれまず先に言われましたもんね。はい、まずなんで言わないのって。なんで言わないのあそこみたいな、ね。あそこまで説明をいろいろしといて納得感すごかったのに、そこ言わないんかいっていう。そうのでね、この後の市毛先生のコーナーは、なんで二人でスクワットをやるといいのかという、お話をしていただこうと思います。はい。ということで、お願いします、このコーナー聞いてくださっているリスナーの皆様に一言、コメントをいただいて終わりたいと思います。市毛先生お願いします。いつも聞いていただいてありがとうございます。先ほどちょっと妊活の話の具体的なところをちょっと話したりもしたんですけど、じゃあそこになんで私が鍼灸師として関わってんのって結構聞かれることが多いんです。あなたに何ができますかみたいなところもあるんですけど、これ妊活中のさっきの胚盤胞がどうのこうのとか凍結肺がどうのこうのとか言ってる時に、鍼灸はタイミングを狙ったその1回とか2回とか月にですよ、1回とか2回だけなんですね。だからそんなにストレスを与えません。あとはこう説明とか聞いて、自分の状態とかを知ることもできるかと思うので、ぜひね気軽に聞いていただけたらいいかなと思います。で、訪問型で私ココアとしてやっておりますので、近くの方とか予定さえ組めれば訪問いたしますので、遠慮なく言っていただけたらと思います。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。今週のゲストは
訪問に特化した腰痛専門の子宝鍼灸師市毛真也先生に来ていただきました。この後のコーナー楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。お楽しみに。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。後半コーナーは妊活一言サプリ。ご担当いただくのは東京城東方面を中心として訪問に特化した腰痛専門の子宝鍼灸師、市毛真也先生です。今月は小室のリクエストに答えてくださって、なぜカップルが2人でスクワットをすると良いのか。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ45回目の今日は、妊活と筋トレ第2弾についてお話ししたいと思います。先月妊活にスクワットはなぜいいのかというお話をしましたが、今日は具体的にその理由を話していきたいと思います。まず大きな意味としては、体温を上げて基礎代謝を上げることで、2つ目が骨盤内の血流を増加させること、この2つの意味がありますね。でちょっと昔なんですけども、食べることに不自由していた、戦後の方たち、食べ物も貧しくって家事洗濯もとっても不便でした。いわゆるちゃぶ台っていうんですかね、とか食事して、あとは寝るときは布団で押し入れから出したりしまったり、トイレは和式でかがんで踏ん張るなんていう日常生活だったんですが、これって優に50回以上はスクワットを毎日していたんですよね。でね、世界でもアフリカとかインド、中国の田舎の貧しい生活をしている人たちっていうのは、生まれる子供たちっていうのが多いんですね。で、これは足の筋力を鍛えると妊娠しやすくなるということの証明にもなっているんです。人間の筋力っていうのは、筋肉の割合、その 50% から 70% っていうのが足の筋力にあると言われています。この足の筋力、最大の四頭筋と言われるところとか、皮腹筋と言われてるところですね。その筋肉から発生する熱っていうのが、基礎体温を上げて、いわゆる基礎代謝を上昇させるというんですね。で、もう一つは、足の筋肉っていうのは第二の心臓とも言われています。血流に大きな役割を持っているんですね。
心臓とか血管っていうのはいわばポンプです。ギュッと押し出してあげればその圧で血流が促されます。足の血流っていうのは骨盤内にももちろん巡っていくんです。で、動けば動くほど新しい血液がどんどん運ばれていくんですよね。で、動かないと血流っていうのはもちろん当然ながらこう悪くなって、いわゆる酸化物が滞留します。このフリーラジカル、まあ、つまり、活性酸素っていうんですが、これってね、不妊の原因であるということが、まあ、近年分かっているわけです。なのでまずは血流の増加っていうことがとても大事になります。これ生理不順とか子宮内膜症の改善にもつながるんです。だからスクワットっていうのは基礎代謝を上げて骨盤内の血流の増加にもなるということが言えるんです。で、これは当然ながら男性にとっても大事です。しかし女性っていうのは男性に比べれば力が弱いんです。だから男性が女性の腰のあたりをそっと支えて一緒にスクワットするっていう、まあ、これがとっても大事なんですよって話なんですよ。まあスキンシップにもなるし、お互いにこう筋力アップにもまたね、痩せる効果にもこうつながってくるんです。で、代謝アップにもなって妊活のアップにもなると、最高じゃないですかね。ということで、ぜひやってみてくださいね。はい、それでは今日はここまで。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。インターネットはココア鍼灸、 KOKOA 鍼灸で検索してみてください。それではバイバイ。一毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師一毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占います。え、もう6月？雨の日のふたり編です。それではセクシーに傘さそ。おひつじ座、洗車した次の日に雨なんて、もう一度車を洗う前に私を洗う時間はあるのかしら。おうし座、ゲリラ豪雨で白いブラウスが透けちゃったわ、恥ずかしいからあんまり見ないでね。双子座、あなたのお家のバスルーム、ホテルみたいで素敵。シルクのバスローブが素肌に心地いいのよね。ガニ座、お風呂をドアの隙間から覗くのはやめて。一緒に入りたいのなら早く脱いでいらっしゃい。獅子座、雨の中でも咲くアジサイって生き生きとしているわね。花も女性も適度な潤いが大切ってことよね。乙女座、あら、傘持ってこなかったの？私の傘小さいからもっと近くに来ないと濡れちゃうわよ。天秤座、スパリゾートのミストサウナ気持ちよかったわ。次はあなたが
気持ちよくなる番よ。サソリ座、君はアジサイみたいだねってそれ褒めてるのよね。この間の彼はお友達、本命はあなただけよ。いて座、レインコートって蒸れるから嫌い。汗フェチのあなたのために我慢してるのよ。早く脱がせて。ヤギ座、紫とピンクと白のアジサイ、どれが一番好きかしら。ちょっとランジェリーの色じゃなくってお花の色よ。水亀座、アジサイが彼女で雨が彼氏、雨を待っているアジサイは私みたいね。花びらも私も優しく濡らしてほしいわ。魚座、雨が降る前に慌てて帰っていったあなた、ベッドの下にパンツ忘れてますけど大丈夫ですか。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。小悪魔系だけあって毎回いろんなところにパンツが出てまいりますね。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はウーマクーデヤナバラバーナ演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛とは育てなくてはいけない花のようなもの。イギリスのシンガーソングライタージョン・レノンの名言です。初めから咲いている大輪を買ってくればそれはそれで楽ちんですけれども、本当に愛情をかけるところというのは種なんだと思います。育てていくのって楽しいですよね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。これからも私らしく、ああ私からあなたへ。